こんにちは、三蔵です。今回はなぜ人は他人の目を気にしてしまうのかについてお話しします。突然ですが、今こちらをご覧いただいている方に質問です。最近周りでこんな人がいるなぁと思ったことはありませんか？職場で働いている時、本当は自分の仕事ではないのに積極的に引き受けてしまった。仕事で疲れているのに同僚の愚痴を聞くために直帰するところを一緒に飲みに行ってしまった。休みの日に急にランチに誘われて自分の予定をキャンセルしてまでも予定を空けてしまった。どれかに該当する人はいないでしょうか？そんなことに心当たりがある人はとてもいい人だと私は思います。ただそんな人はつい周りからの視線を気にしてばかりで気づかれしてしまうことがあるのですよね。これらのいい人たちに共通するのは自分と他人の間の線引きができていないことです。互いに無理のない関係を築くにはそれぞれが自分の軸にしっかりと立って適度な距離感を保ちながら付き合っていく必要があります。ただ私たちは自分の立ち位置をつい見失ってしまいがちです。もし周りの誰かが気を使いすぎてしまってしんどい思いをしているようなら、本動画を最後まで見ていただくことで気を使いすぎてしまっている人を一人でも多く救ってほしいと思っています。またこちらのチャンネルでは人の悩みをはじめとして人生の在り方をできるだけ分かりやすく短くお話していきます。これからもよりよく人生を歩んでいきたいという方はぜひチャンネル登録と評価ボタンをお願いいたします。では早速始めていきましょう。他人に気を使いすぎる、人の目を気にする、批判否定されることが怖い、周りを失望させたくない、自分に自信が持てない、嫌われるのが嫌で無理をしてしまう、子供の頃から自分の意見を押し殺してきた、など今言った中に該当するものがある人は相手を優先するいい人です。しかしその本質はいい人でいようという意識の強い人なのです。いい人になろうとしすぎると自分らしさがなくなっていきます。自分らしさとは譲れないものがあって自然体で行動ができることを指します。例えば体調が少し悪いから何かさっぱりしたものを食べたいと思っても、友人や家族がピザが食べたいと言えばきっとそれに対して賛成するでしょう。無理をしてピザを食べたとしても、メリットといえばその日嫌われずに過ごせることくらいです。そんな人は自分の魂を置き去りにしてしまっています。例えて言うならば幽体離脱していると言っても過言ではありません。気遣った後にその間に感じていた感情が一気に戻ってきてぐったり疲れてしまうでしょう。このような幽体離脱の原因は相手との距離感をうまく測ることができないことにあります。自分と相手の線引きができず、いつも人間関係に疲れている人は世の中驚くほど多いのです。自分の本音を殺しながらコミュニケーションを続けている人はコミュニケーションスキルがないということに目を向けがちです。そんな人たちは書店でつい書籍を手に取ったり、コミュニケーションが上達するようなセミナーに参加する人もいるでしょう。確かにコミュニケーションが上手くなる方法としてテクニックを学ぶことはできるでしょう。しかしこうしたスキルは数あるうちの模範解答に過ぎません。正解やスキルを学ぶよりも自分に自信を持つことを優先した方がずっとより本質的な解決ができます。特に私たち日本人は教育の在り方として資格試験の勉強をするなどスキルを求めて解決策を探ってしまいがちです。それは仕方ないこともあるかもしれません。ただ本当に問題なのは相手と自分の向き合い方なのです。人との距離感が分からず、つい入り込みすぎてしまったり、距離を置きすぎてしまったりすることがあります。これらのことは通常、幼少期からの人間関係で養われるもので、
親子関係の問題やいじめ、大切な人を失う経験をすると相手との距離感がわからなくなることがあります。この問題は同僚や友人、家族などの関係性に現れます。疲れない人間関係を作るには、まずは他人と自分は違う価値観を持っていると意識する必要があります。優待離脱をしている人はつい相手に合わせる状態を常に保とうとします。相手との価値観に対して明確に線を引くことができれば、譲れるものと譲れないものを明確に線引きすることができます。相手からきついことを言われても、自分軸にいればそんな風に思っているんだ、でもそれは仕方がないことだからとスルーできて心が疲れません。そもそも安心感は人からもらうものではありません。相手からもらう安心感はいつか自分から離れていくかもしれないという恐怖と表裏一体のものです。本当の安心感は譲れないものと譲れるものを明確にしている状態のみ得られるのだと理解してもらえれば良いかなと思います。コミュニケーションには自立、依存、相互依存の3つのモデルがあります。依存は物事の行方すべてが他人にかかっているという他人軸の状態です。自立は一見自分軸のようですが、そうではないです。一人で全てを背負い込み、誰にも頼ってはいけないという考え方は、実は他人を強く意識していて、これも他人軸の一つとなります。理想は自分軸を確立した上で、相手と良好なコミュニケーションが取れる状態です。人は一人で生きていくことは不可能です。自分でできることは自分でしつつ、できない部分は他人に頼む必要があるでしょう。これを心理学の用語で相互依存と言います。そのベースとなるのが自分軸です。相手の気持ちを考えすぎたり、周りの人とうまくやろうという気持ちが強すぎたりすると、自分の本音や思いを抱え込むことになります。優しくいるのは決して悪いことではないですが、自分を犠牲にするのはどうかと思います。そうならないようにするにはドライになることです。ドライになりすぎると良くはないので、少しドライな一面あるよねと思われるくらいがちょうど良いでしょう。ドライとはここでは人を拒絶したりわがままに振る舞ったりすることではなく、自分の思いや考え、価値観を優先するということです。ビジネスにおいて誰かに厳しいことを言ったり、取引先とシビアな交渉をしたりするように自分を持っていれば、その態度は時にドライに見えることもあるでしょう。自分を尊重するために少々ドライだと言われても自分を通すようにした方が良いでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回はなぜ人は他人の目を気にしてしまうのかについてお話ししました。これを見ていただいた方は、最後にもお話したように気持ちドライになってほしいです。自分をより大事にして嫌われる勇気を出してみてほしいです。どんなことがあっても自分自身を大切にすることを忘れずに過ごしていってほしいです。これからも今回のようにより生活が豊かになる話や、人生の在り方を仏教の視点も含めながら短く分かりやすくお話をしていきます。少しでも今日の動画が役に立ったという方は、チャンネル登録と評価をぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。三蔵の一言。供養とは、亡くなった方へ供養というとどんなことを思い浮かべますか。盛大な葬式、独居、法事、お墓を建てること、印号のついた戒名をもらうこと、もちろんそれらは大事なことです。しかしそれだけでしょうか。お釈迦様も、私が大好きな浄土真宗の宗祖である親鸞様もこういったことに力を入れていません。親鸞様は、私が死んだら鴨川に流して魚の餌にしてくださいとおっしゃったそうです。亡き人への本当の供養とは何なのか、お答えします。
亡くなった方を呼び出して聞く必要もありません。私が、そう、あなたが子供や孫に何を望んでいるかということが分かれば、おのずと本当の供養は分かります。亡くなった方の供養とは、亡くなった方の喜ぶこと、望んでいることをしてあげることなんです。子供や孫が毎日たくさんのコミュニケーションをとる、健康で元気に心豊かな生活を送ってほしい。自分が選んだ道が間違いなかったと思える幸せを感じる人生を歩んでほしい。それが亡くなった方への本当の供養です。仏教は今生きているあなたへの羅針盤です。今回の三蔵の一言は以上です。